はい、おはようございます。ボンサンナ散歩2024年6月22ですか、ロッツァン。また怒られちゃうんで。臭い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 草むらベトベトになっちゃう。ずっと好きなんだもん。ということで15歳と4ヶ月と何日になったんですか。22+7 は29。29日。4ヶ月と29日。しゃべってば。晴れてよかったね。なんか梅雨入りしたという話で。早いね。早くないの？そう。そう。1ヶ月も梅雨があるわけ？要するに。日本には四季ではなく五季があるんだよね。そういうことだね。あのケケケって誰なんだろうね。ボンさんや、早くおいで。カエル？ということで、カエルかな、鳥かな、よくわかんないけど、ケケケケケ言われております。顔が見えない。のどかだね。ということで、冬至じゃない、冬至じゃないよ、夏至も過ぎて、夏至の梅干し仕込みも終わって、ね、これからちょっと蒸し暑い季節に入っていくかな。草が枯れたりとか街路樹が枯れたりしてたので、今年はもっと暑くなるっていう話もあるので、皆さんお気をつけください。はい、ということで、ロンサーの散歩でした。じゃあ今日も元気にいってらっしゃい。じゃあね、またね、バイバイ。